中日ドラゴンズが、地獄とも評されるスタメンを継続している。先日の試合で見せた守備の乱れにもかかわらず、ロドリゲスは再びスタメンに名を連ねる。立浪監督が1日でメンバーを変えることはないとの予想はあったものの、あの守備を目の当たりにして同じ布陣で臨むのは理解しがたい。この布陣で、果たして守り勝つ野球ができるのか、ファンの間で疑問が噴出している。守り勝つ野球する気ないじゃん。変えないか。昨日ミスしたからこそクリロド使うのはいいと思うけど、昨日のコピペですか？多分センターとショートが間違ってますよ。ロドリゲスじゃなく村松じゃないのか。相変わらずの立浪だな。ロドリゲスにチャンスをあげたんか。昨日は悪い部分が出ただけ。ワンチャン太陽光でフライ取れないかもな。守り負けるオーダー説。はい負け。なんで周りのコーチは何も言わないんや。片岡仕事しろよ。何のために一軍おるんや。立浪止めるためやろ。立浪が1日でスタメン変えるわけないと思ってはいたが、あんな守備見せられてまたクリロドスタメンなのすごい。守備を買って起用してる選手の、通常では考えられないミスで昨日試合落としたんだから、今日は懲罰的な意味も込めてスタメン外さんと示しがつかんやろ。村松使わんのかい。4月いっぱいはロドリゲス我慢して使ってほしい立浪監督。なんでショート変えないの？勝つ気ある？村松なけ。ショート借り捨てにしろよ。エイプリルフールまだ早いって、あんだけ守備難見せたロドリゲスがスタメンなわけないやん。立浪はロドリゲスに弱みでも握られてるんか？